はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです。今日は1日2食よりも1日5食の方が痩せる、食事の回数についての話をしていきたいと思います。一般的に考えられていることとして、食事を減らした方がなんだか痩せそうな気がすると思うんですよ。で、中にはそういうダイエット法もあって、人間は空腹感を感じている時に細胞が修復される、で、その空腹感を感じている時間を長くしましょうっていうダイエット法もあります。で、それはそれでまたちょっと今度解説してみようかなと思うんですが、今回は食事の回数を増やした方が痩せるということについて、それの根拠と、あとは注意点、それを話していきたいと思います。で、この注意点のところが非常に大事なので、ここを聞かずに初めのこれだけ聞いて食事の回数増やしてしまうと逆に太ることもあるので、しっかり最後まで見ていただけるといいかなと思います。で、食事の回数を増やした方が痩せる理由としてですね、まず第一に挙げられるのが、血糖値の乱高下を防げるということが挙げられます。食事をすると、食べ物の中に含まれている糖分、もしくは糖質を取らなかったとしても、例えばお肉とかしか取ってなかったとしても、タンパク質や脂質も、体の中で糖に作り変えられてしまうので、炭水化物抜いたからといって血糖値が上がらないってわけではないんですよね。ご飯を食べると血糖値が上がります。これがいきなり上がってしまうことによって、血液中に含まれている血糖の量が増える。で、これが増えてしまうと血管を傷つけることになるので、体としては増やしたくないと、という判断を下します。それによって血液中にこう多く含まれていたこの糖分を脂肪細胞として作り変えて体に貯蔵しようっていうスイッチがオンになってしまうので、血糖値を急に上げると血管の中に溢れている糖が脂肪に変えられて、いわゆる太ってしまいやすくなるんですよね。いきなり血糖値をガーンって上げるっていうのは血管だとか体にも良くないですし、脂肪がつきやすい食事になってしまうので、血糖値の乱高下を防ぐっていうのがまず、食事の回数を増やすと得られるメリットです。で、もう一つはですね、空腹によるストレスを減らせるということもあります。お腹減ってると結構空腹でイライラしたりとか、集中力が切れちゃったりとかします。で、それだけではなくて、ストレスを感じると人間はコルチゾールっていうホルモンが出ます。まあ、これ以前の動画でも、ちょっと解説してるんですが、コルチゾールっていうホルモンが増えると、人間は危険な状態だから、しっかり溜め込んで蓄えを持っとかないと危ないっていうふうに判断するんですよね。なので、体としてはストレスがかかると貯蓄を増やそうとします。僕たちの場合、貯蓄を増やそうとするとお金をちゃんと貯金しようって感じになると思うんですが、体からすると脂肪分を貯蓄してしまうので、ストレスがかかると結構脂肪を蓄えてしまいやすくなるということが挙げられるので、ちょっとこう2食とかにすると空腹の時間、ストレスを感じやすくなると。この2つの理由によって食事の回数を増やした方が痩せられるというロジックが一つ成り立ちます。で、まあ、参考までになんですが、この力士で、相撲って無差別級なんですよ。いろんな格闘技、必ず階級別、体重別でこう、例えば45キロ級とか50キロ級とかっていう風に、そういうのが決まってるんですが、相撲だけは無差別級なので、でかければでかいだけ有利になるんですよね。なので、力士はとにかくご飯をいっぱい食べて、いっぱい稽古して、体をどんどん大きくしていくっていう食事をやってるんですが、力士の食事っていうのは基本的に11時と18時30分、これの2回だけになります。一日中食べてるようなイメージあると思うんですけど、意外と力士って2回しか食事してないんですよ。この辺ダイエット始めたての人が割と陥るんですが、朝食と昼食だけにして夜ご飯カットしたりとか、もしくは、朝と昼だけで、朝と夜だけでお昼カットしたりとかで2食にして、その分結構一食でがっつりしたものを食いたくなっちゃって、で、食べた結果逆に太ってしまうとかっていうことが結構あります。なので、食事回数を増やすというのもダイエットのテクニックの一つとしてあります。ただ、この時の注意点、これが非常に大事なんですが、3つ注意点があります。まず注意点の一つ目としては、回数は増やしても総カロリー、まあ総摂取カロリーですかね、これは増やさないっていうのがポイントになります。例えば今まで1日2食だった人、2食の合計で1800キロカロリー食べていたとします。なので1食まあ900キロカロリーぐらい、900キロカロリーっていうと、まあ、ラーメン1杯分ぐらいな感じですかね、はい、それぐらいの食事を2食で食べていたとします。その人が5食になって、5食食べてるのに1食のカロリーが900だったりすると、4500キロカロリー取ることになってしまう。
当然そんだけ食べたらその分体についてしまうので、数は増やしても摂取カロリーは増やさないようにします。5食分で5食の合計で1800とか1700キロカロリーぐらいにしていきます。なので1食のそのカロリーはそこまで高くないものをチョイスしていくっていうのがポイントになります。これがまず注意点1つ目です。あともう一つですね、数増やすと割とガーって書き込んで早く食べちゃう場合が多いんですが、一食にできるだけ30分以上かけてよく噛んで食べるようにしてください。よく噛むことで唾液が唾液も実はこれ消化酵素の一種なので、唾液でもう食べ物を少しこう分解した状態で胃だとか腸に送り込んであげる。そうすることによって内臓疲労が抑えられるだけではなくて消化吸収が良くなるっていうのもありますし、あとよく噛んで食べると満腹中枢が刺激されてすごくお腹いっぱいな気持ちになれるっていうのがあるので、一食にできれば30分以上かけてよく噛んで食べるっていうのを注意しましょう。で、さらに3つ目です、低 GI の食品をチョイスして食べるようにしてください、最近よくこの低 GI とかもしくは GI って言葉、テレビだとか雑誌とかでよく耳にする機会が増えてると思うんですが、これどういったことかというと、食べ物によって血糖値の上がりやすさっていうのは違います。例えば白砂糖をそのまま食べるとガンって血糖値って上がります。それに比べてちょっと茶色みがかったもの、食物繊維が含まれているようなものだ、キノコだとか野菜類だとか、そういうものっていうのは血糖値をいきなり上げないで緩やかに血糖値が上がるように調整してくれる食べ物があるんですよね。なのでそういう食品をチョイスするようにしましょう。でもいきなり低 GI の食べ物を食べましょうって言われても結構イメージしづらいと思うので、世間一般でよく言われている低 GI の覚え方としては、ちょっと茶色みがかった食べ物を食べてあげるようにすると GI が低いものが多いです。白いものっていうのは結構生成されて人間が食べやすく消化しやすいように生成されているので、その分血糖値が急激に上がってしまいやすいというのがあります。なのでキノコ類とか野菜類とかそういったものですかね、そういったものから先に食べてあげて、でできるだけ白米単体とか、あとはパンとか、そういうものはあんまり量をたくさん取らないようにする、そういう食事をして数を増やしてあげると非常に痩せやすくなるかなと思います。ただこれも僕いろんな方のダイエット指導をしていて思うんですが、結構人によって合う合わないがあるんですよね。なのでこの動画だけ見てそっか5食の方がいいんだって試してみて逆に太っちゃうってことももちろんあります。それはその人の体質に合わない、もしくはやり方がちょっと間違っているとそういうことが起こるので、もしその辺しっかりプロに見てもらって、あなたは食事の回数を増やした方がいいですよ、もしくはあなたは食事の回数2回ぐらいに減らして空腹の時間をしっかり取るようにした方がいいですよとかっていうのは、なかなか自分では判断しづらいところなので、その辺はプロに相談するっていうのが一番早いかなと思います。一応このスタジオ系、僕がやってるスタジオの方でも今の段階で、相談無料になってますので、もしよかったら、LINE 公式の方から僕の方にメッセージを送ってもらって、でそれで30分無料でこうカウンセリングしたりとかもできます。はい、まあ、最後ちょっと宣伝みたいになってしまってあんまり後味が良くないかもしれないんですが、1日2食よりも1日5食数を増やした方が痩せるっていうダイエット法、これについての解説でした。この他にもいろいろとダイエットの動画を上げていこうかなと思うので、皆さんもしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。